はい、皆さんこんにちは、スイーツデスクヤークです。今回は混ぜるだけ簡単にできてしっかりと糖質を抑えられるダイエットレアチーズケーキを作っていこうと思います。今回のチーズケーキを作る上で重要になってくる材料がこのラカント S っていう商品なんですけれども、この商品は天然の甘味料で砂糖と同じ甘さなので同じ分量を置き換えるだけでカロリーをカットすることができます。またこの商品の特徴としては加熱をしても甘みが減らないので、今回のように冷やし固めるケーキや焼き菓子や煮込み料理などにも使うことができます。必要な材料と動画下の概要欄に貼ってますので、そちらをご覧ください。では早速作っていきましょう。氷水でゼラチンをふやかしておきます。くるみを細かくしていきます。これぐらい細かくなったらココナッツオイルを加えていきます。全体によくなじませていきます。そしたら15センチの丸型に移していきます。こんな感じでしっかりと底に敷けたら冷蔵庫で冷やしておきます。クリームチーズにラカントを加えて滑らかになるまで混ぜていきます。滑らかになったらここに豆乳を加えていきます。きれいに混ざればここに豆乳ヨーグルトを加えていきます。きれいに混ざればここに湯煎で溶かしておいたゼラチンを加えていきます。ゼラチンがしっかりと混ざれば型に移していきます。
キーが流せたら軽く叩いて空気を抜いて、冷蔵庫で固まるまで冷やしておきます。蒸しタオルやバーナーで肩を温めて外していきます。今回のポイントはこちら。ラカントの顆粒が溶け残っていると食べた時に滑らかな食感ではなくジャリジャリとした食感になるので、クリームチーズと合わせる際は必ず溶かしきってください。ダイエットチーズケーキって聞いて気になるのがカロリーと糖質量だと思うんですけれども、今回の分量のチーズケーキを通常で作ると糖質量が 109g で、カロリーは1ホールあたり 2280kcal になるんですけれども、このチーズケーキだと糖質量は約10分の1の 11.8g、 1ホールあたりのカロリーは 1507kcal と約 770kcal 少なく作ることができます。またチーズケーキの土台に使ったクルミやココナッツオイルも脂肪燃焼効果が期待できる食材を使用しているので、よりダイエット向きなレシピに変えています。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かったと思われた方はコメントやグッドボタンの方よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。